こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。若松宗男ラジオスタイルでお送りいたします。いやー、今日の駅伝すごかったですね。しかし勝負事っていうのは難しいね。いやー、1年かけて、まあコロナというね、特殊な状況の中でね、行われたわけですけれども、いやー、本当にこの優勝することの難しさですかね。まあ、差がまあね、順調に来て10区もね、まあ、10区はだいたい23キロくらいですかね。それで18キロくらいのところでね、やっぱりトップの小野寺選手がちょっとスピードダウンしてきちゃったわけですよね。それで20キロとか21キロくらいですか。で、駒澤大学の石川選手がトップに立ったということで、まあ、1位が駒澤で2位が創価大学になったわけですけれども、いや本当にね、やっぱりこう10人ね、やっぱり1区から10区までなお2日間に分かれてですね、行われるわけですけれども、まあ、当日のね、天気の具合とかいろいろこの自然の環境のね、具合とか風が強いとか寒いとかいろんな条件があって、なおかつね、まあ、ずっとこう1年通じて、まあ、トレーニングして、各選手がトレーニングしてきてるわけですけれども、やっぱりね、こうどんなにトレーニングしてもやっぱり人間というのはその日その日のコンディションってあるからね、やっぱりちょうどね、こう勝負の日にコンディションがベストの日もベストな人もいるわけですけれども、ね、ずっとベストの状態に来て、たまたま、ね、このいわゆる当日になってコンディションが、ね、こう今一つやっぱりこう、ね、コンディションの具合が下がっちゃうという場合もあるわけだから、それとやっぱりこうね、区からずっと2区3区4区5区6区、ね、5区まで行って、翌日6区からまた10区まで来るわけですけれども、やっぱりそのね、区間区間によってね、距離とかいろんなコースの、アップダウンだとか、それからね、海風がどうとか、いろんなやっぱりその区間区間によって特徴があるわけですよね。ましてその5区のね、この箱根の山登り、これなんかはもう半端じゃないですからね。まあ、小田原のね、鈴廣の前から元箱根まで行くわけですけれども、ね、私もあそこずっとこう車でね、元箱根まで行ったりするけども、車で行ったって結構な時間かかっちゃいますよ。それでね、坂、くねくねした坂ですよね。もうなんかね、こう頂上に来るのかなと思うと、またもう一つ坂があってね、くねくねしてるし、このカーブを曲がったら今度は平坦なとこに出るんじゃないかなと思うと、またね、もう一つまたカーブがあるしという、本当にもう天下の剣の箱根のコースは、まあ本当にきついですよね。まあ、そういうね、やっぱり5区、それから、まあ、翌日の6区の、逆に今度は下りですよね。それからね、やっぱりその、まあ、5区6区だけじゃなくて、ね、やっぱりこう例えば花の肉とかですね、やっぱりあとは3区4区あたりはね、4区あたりですかね、ずっとこう湘南の海風をね、こう浴びながらやったりするわけですけれども、まあとにかくいろんな条件の中でやっぱり優勝するというのは本当にまあ大変なことだなということを本当に今日はしみじみと感じました。でもまあどの選手もですね、力のある限り全力を尽くして走り切ったということに対してはね、まあ本当にもう感動でございますね。やっぱりこう我々生きてるね、こう中で感動するということはいかに大事なことかということは、今日はさらに痛切に感じた次第でございます。ありがとうございます。